けど、うん、東京ラブストーリーって、うん、坂本龍一さんまだ22か3、俺が30とか31、まあ、原作ありと、はい、サイモンさんの原作ありとはいえ、うんうんうん、ありきとはいえ、ええ、すごいですね。サイモンさんもこれまたすごいなと思うのは、だって原作って直さないでくださいとか、ここだけは守ってくださいっていうことを言う人って山ほどあるんですよ、うん、サイモンさんはもう好きにしてくださいと、もう嫁に出したようなもんなんで太田さんにお任せしますって言われた。へえ、これはでかい。それで、うん、じゃあ結構「東京ラブストーリー」って僕変えてると思うんですけど、ドラマはかなり、うん、エピソードエピソードはそんなに大きく変わってない部分もあるんだけども、だって里見と理科の視点を変えるっていうのは非常に大きな変更ですからね。それ変えてんだっけ。変えてます。あれ主演だって里見ですから。